寸劇版裏切りの代償は高かった。小早川秀秋最後の日々。慶長5年1600年に起こったのが天下分け目の戦いこと関ヶ原の合戦です。そのキーパーソンとなったのが小早川秀秋で、一時は豊臣秀吉の養子になったこともある人物でした。しかし西軍に属しながら東軍へ寝返るという裏切り行為を行い、合戦の勝敗を決定づけたのです。最新の研究では最初から裏切っていたという説が有力になりつつありますが、いずれにしても秀明の行動によって歴史が大きく変わったのは間違いないところでしょう。ところがその2年後、秀明は若くして不可解な死を遂げてしまうのです。一体彼の身に何があったのか、寸劇仕立てでお送りいたしましょう。小早川秀秋が最初から裏切っていたという真相とは？関ヶ原の合戦が始まる直前、石田三成、宇喜多秀家、小西行長ら西軍主力は関ヶ原の東方にある大垣城に拠点を構えていました。なぜなら岐阜城が東軍に落とされたことで戦線を西へ下げざるを得なかったからです。そこで三成は東軍を迎え撃つにあたって乾坤一擲の大作戦を考えていました。宇喜多秀家、治部殿、この大垣城にこもっていて大丈夫か？まさか家康めはここを素通りするのではなかろうな。石田三成、中納言殿、心配は無用にござる。ここを押さえておけば東軍も無視はできまい。もし素通りするなら背後から襲いかかるまでじゃ。行長、して治部殿の考える軍略とは？三成、うむ、きっと東軍は大垣城へ攻めかかってくるはず。実は西の南宮山に毛利秀元殿、吉川広家殿の軍勢を潜ませておる。もし敵がこちらへ向かってきたなら、毛利勢がその背後をつき、城の内外から挟み撃ちにする手はずとなっておる。行長、ほうほう、治部殿は戦下手だと思っておったが、なかなかの策士であったな。三成、褒められると図に乗ってしまうではないか。秀家、それにしても金吾中納言の動向が気になる。確かに伏見城の戦いでは働いておったが、ここのところ動きが怪しい。三成、大丈夫でござろう。金吾殿は亡き太閤殿下のお身内じゃ。万に一つも裏切ることはあるまい。秀家、そうだとよいのだが。しかし事実は秀家が危惧する通りとなっていました。すでに秀明のもとには東軍黒田長政から調略の手が伸びており、東軍へ寝返る手はずとなっていたからです。秀明の家老平岡頼勝、殿、そろそろ腹を大きめなされ。小早川秀明、そうは言うてものを、こたびはどちらが勝つかわからぬ。数の上では西軍が優勢だし、かといって徳川殿には領地を増やしてもらった恩義がある。本当に迷っておるのだ。頼勝、私は徳川内府様とは窮地の中、あのお方が負けるはずもありますまい。仮に西軍から寝返ったとしても、決して悪いようにはしないはずでしょう。ちゃんと黒田様から内府様の朱印状もいただいておりまする。秀明、しかし裏切り者として後世のそしりを受けはしまいか。頼勝、何を気弱なことを申される。古今通じて裏切りなど数え切れないほどありまする。殿が西軍を裏切ったとて目立つことはございません。秀明、しかし。頼勝、殿、
ナイフ様との約束を破る方がよっぽど卑怯でござろう。さあ、心を決めなされ。秀明。わかった。お主の言う通りにいたそう。で、わしは何をすればよい？頼勝。幸い西の関ヶ原には大谷行部の軍勢がおります。まずはこれを叩きましょう。我らが唇を切るのです。秀明。大丈夫なのか？頼勝。我らは15,000、一方大谷勢は5,000程度に過ぎません。負けるはずなどありませぬ。こうして小早川勢は大谷勢を撃つべく西へ向かい、松尾山のふもとに展開。また山頂の定石には物見を派遣して周囲の様子を探らせました。合戦の勝敗を決めた秀明の行動とは。小早川勢動くの砲は三成らのもとへもたらされ、焦燥の空気が場を包みます。浮田秀家。やはり裏切ったのではないのか。なぜ金吾が敵のいない西へ向かうのだ。石田三成。まだ裏切ったとは判明しておらぬ。関ヶ原には大谷勢しかおらぬゆえ、火星に向かったとも考えられよう。秀家。甘いぞ、自分。もしそうなら、我らの本営へ何かしら知らせてくるはず。それがないということは軍令違反であり、捨ておけぬ所業である。もし金吾の裏切りが真実なら、孤立無援の大谷勢が危ない。三成。いた致し方ない、これより大垣城を出て関ヶ原へ向かうこととする。こうして西軍主力は小早川勢を追うように西へ向けて出陣。しかし時間的余裕がなかったことから、南宮山にいる毛利勢、長宗我部勢、夏香勢、そして安国寺衛慶には事実が伝えられることはありませんでした。いち早く先回りした西軍は、ちょうど松尾山の北西にあたる山中へ布陣。もし異変があれば即応できる体制にあります。とはいえ、懸念すべき点は大谷勢の位置でした。あまりにも東へ寄りすぎていたからです。しかし三成は、もし金吾が大谷勢を襲うなら、こちらも小早川勢の背後から攻めかかってやろうと考えていました。つまり秀明が裏切れないよう後ろから目を光らせていたのです。三成の家臣島左近。殿、今なら小早川勢を撃てますぞ。あやつら完全に東を向いておりますでな。三成。いや、金吾殿が動く前に撃ってしまえば、こちらが裏切りのそしりを受けよう。もう少し様子を見ることにする。島左近。殿、甘すぎではありませんか。三成。とにかく様子を見るのじゃ。三成にはまだ秀明を信じたい気持ちがあったのでしょうか。もしかすると15,000の大部隊を敵に回したくない思いもあったに違いありません。その頃、素早い西軍主力の動きに驚いたのが秀明でした。秀明。平岡、まるでこちらの動きを見透かされているようではないか。これでは身動きできぬぞ。頼勝。ご心配なさいますな。戦とは機が重要でございます。今はまだ動くべき時ではありません。そうだ殿、ケーキ漬けに酒でも飲まれますかな。秀明。これから合戦が始まろうという時に少々不謹慎ではないか。頼勝。まあまあ、そうおっしゃらず、少しなら良いのでは。秀明。少し、そうじゃ、少しじゃ。この身震い、いや武者震いを抑える意味でも飲もうではないか。なぜか小早川の陣では酒宴が始まり、根っからの酒好きな秀明はしたたかに酔ってしまいます。そして午前10時ごろ、
東の方角からついに東軍が姿を現しました。最前線に布陣した大谷義継は早速迎え撃つ準備を進めさせます。大谷義継、いよいよ敵が来るぞ、皆の者心してかかれ。後ろに控える小早川勢の後詰めがあれば敵を押し返すのはたやすいことじゃ。一方、東軍現るの方を受けた秀明は俄然やる気になっていました。おそらく酒の力を借りて気が大きくなったのでしょう。頼勝、殿、東軍の軍勢が大谷勢へ向かいつつあります。ここは今しばらく様子を見てはいかがでしょう。秀明、何よ泥臭い、攻めかかるのは今しかなかろうが。気が重要だと言ったのはお主ではないか。頼勝、いや、それはじっくり情勢を見極めた上でと申したまでで。秀明、やかましいわ、今こそわしの武勇を見せつける時じゃ。八幡神も摩利支天も天照大御神も昇乱があれ、必ずや敵を打ち果たしてみせようぞ。皆の者、一気に押し出せ。頼勝、やれやれ、完全に酒に飲まれておるわ。しかしこれで戦況は動きそうだな。大谷勢が東軍所帯とぶつかる前に小早川勢は東へ向けて押し出します。そして無防備な大谷勢の背後から襲いかかりました。思わぬ奇襲を受けたことで大谷勢は大混乱をきたし、さらに前面から東軍の攻撃を受けてしまい、あっという間に壊滅したのです。義継、己金吾め、卑怯にも後ろから襲ってくるとは、この恨み死しても忘れはせぬ。乱戦の中で大谷義継は討ち死にし、西軍の最前線は崩壊しました。関ヶ原の合戦を大勝利へ導いた秀明、腹敗に敵を受けた大谷勢が壊滅した瞬間、西に陣取っていた西軍は強行をきたしました。秀明の見事な裏切りを目にしたことで足がすくんでしまったのです。もちろん西軍諸将の心境もそれぞれです。石田三成、ああ、なぜ金吾が裏切るのだ。わしの戦略は間違っておったのか。取り返しのつかない事態になってしまった。島左近、ほら、言わんこっちゃない。殿も爪が甘うございますな。浮田秀家、ち、金吾め、やはり裏切りおったか。こうなれば、潔く戦おうではないか。島津義弘、ああ、やはり三成ではダメだったか。我らは陣を固く守るのみじゃ。小西行長、神のご加護を、アーメン。南宮山の毛利秀元、何やら西の方で歓声が。もう戦は始まったのではないか。我らも山を降りよう。毛利勢の先方、吉川広家、兵が飯を食っておりますので今は動けませぬ、しばしお待ちを。同じく南宮山にいた長宗我部盛親、一体何が起こっておる、皆目わからん。とりあえず持ち場を守っとくか。やがて東軍の大部隊が迫り、小早川勢も向きを変えて突っ込んできます。すっかり恐怖に駆られた西軍の先陣は崩壊し、強行は後ろの陣にも波及しました。踏みとどまる者、逃げ出す者が入り乱れ、そこへ東軍所帯が傘にかかって攻め立ててきます。合戦が始まって2時間ほどで西軍は敗走へ移り、こうして天下分け目の戦いに決着がついたのでした。東軍の本陣で勝ち時が上がる中、勝利の立役者といえる秀明は総大将徳川家康に拝謁します。徳川家康、おお、
金吾殿か。こたびの働き、まことに見事であった。若年にもかかわらず、抜群の功名をあげるとは、さすが、亡き太閤殿下の親族であるな。秀明。はは、恐れ入りましてございまする。家康。いやあ、木を見て押し出し、火のごとく敵を攻め立てる軍略は、あの武田信玄公を彷彿させるものじゃ。まさに名将じゃな。秀明。そうでございますかな。いやあ、お褒めにあずかり、光栄の至りでございます。そばに控える頼勝。ふん、まさか酒の力を借りたなどとは、口が裂けても言えまいよ。それから数日後、大津城にいる家康のもとへ東軍諸将が集まってきます。すると門前には粗末な衣服を着た石田三成が縛られて座っていました。秀明は偶然にも目が合ってしまったのです。三成。おお、これは誰かと思えば、裏切り者の金吾中納言ではございませんか。よくわしの前に姿を現したものじゃ。秀明。裏切りではない。わしは最初から内府様の味方であった。これも軍略の一つじゃ。三成。ほほー。裏切りが軍略と申すか。亡き太閤殿下の血筋でありながら恥ずかしくはないのか。秀明。うるさい。三成。お主の卑怯な所業は後世まで伝えられることになろう。裏切り金吾とな。松代まであざけりを受けるがよい。秀明はまだ19歳。そのナイーブな心は両親の呵責に耐えきれなかったのでしょうか。顔を背けたまま立ち去ってしまうのです。謎に包まれた秀明の乱心。戦後の論功交渉により、秀明には旧宇喜多領だった備前、備中、美作が与えられ、55万石の大主となりました。また岡山城を本拠に定めて新たな治世がスタートします。ところがその直後から、秀明の乱行が頭をもたげてくるのです。ある夜のこと、寝ている秀明の枕元に恐るべき亡霊が現れました。秀明。何やら息苦しくて体が動かん。そこに立っているのは誰だ。大谷義継の亡霊。この顔を忘れたか、金吾。なぜ裏切った。秀明。行部、迷って出てきたか。どんな方法を使っても勝ちは勝ちじゃ。恨まれる覚えなどないわ。義継。わしは決して許さぬ。三年のうちに必ずやたたりをなし、お主を地獄へ引きずり込んでやろう。秀明。ほざけ。何かたたりじゃ。秀明はとっさに枕元の刀を抜くと、義継を一刀両断にしますが、すでに姿は消えていました。その後もたびたび亡霊に悩まされるようになり、ますます酒に溺れるようになります。秀明の身を案じた家臣が歓迎しても、むしろ逆効果でした。激高のあまり手打ちにしてしまうこともあり、すっかり暴君と化してしまったのです。また自分のお気に入りを側近として取り立て、譜代家臣との軋轢が広まったことで、家臣団の心はどんどん離れていきました。重臣稲葉正成。殿、また朝から酒でございますか。これまでも歓迎してまいりましたが、大概になされませ。秀明。
また小うるさいことを心配いたすな。国の祭りごとならわしの側近どもがつつがなくこなしておる。正成、何かといえば側近側近と、不大家臣を軽んじてはいけませぬ。秀明、不大？どいつもこいつも強いばかりの戦バカではないか。これからは祭りごとや山陽のできるものが必要とされるのじゃ。それくらいわからんか。正成、しかし不大はこれまで懸命に小早川家を支えてきた者たち、そんな言い方をされては亡き高影公が悲しみますぞ。秀明、わしは5年前に小早川の養子へ入ったに過ぎぬ。だから不大がどんなに大事なのかもわからん。わしから見れば小うるさいだけの者どもじゃ。正成、わかり申した。これまで小早川家を支えてきたつもりでしたが、殿がそのようなお考えであれば身を引きとうございます。秀明、なんだ、隠居すると申すか。それこそ外聞が悪くなるゆえ断じて許さん。しかし正成は我慢の限界に達していたのでしょう。その直後に出奔し美濃で隠棲してしまうのです。また正成だけでなく多くの家臣が退転したことで家中はますます混乱していきました。秀明の急死、その真相とは。関ヶ原の合戦から2年後、秀明の容貌は明らかに変化していました。体は痩せ衰え、水が溜まっているせいか下腹部は膨れ上がっています。また顔は土毛色をしていて、まさに病人のそれでした。側近たちが祭りごとをこなしているため、政務には支障をきたすことはなかったものの、さすがに宿老の頼勝も捨ておけません。当代随一を謳われた医師真瀬道さんを呼び寄せると、秀明を診療させたのです。真瀬道さん、うむ、顔に黄疸が見えまするな。それに腹もかなり腫れている。中納言様、常に喉が渇いておりませんか。秀明、うむ、渇いておる。道さん、では食欲は。秀明、ない。道さん、それでは腹を少し触ります。ふむ、これは大きなしこりがありまする。秀明、道さん、どうじゃ、わしは死ぬのか。道さん、すべては酒の飲みすぎが原因でございます。一体いつから酒をたしなまれるようになったのですか。秀明、あまりよく覚えておらぬが、7つか8つの頃だったと思う。道さん、なんと。道さんが驚くのも無理はありません。秀吉の親族としてもてはやされた秀明は、長よ花よと育てられてきました。そんな彼に接近する者も多く、接待と称して浴びるように酒を飲み続けてきたのです。道さんは思います。豊臣の貴公子として生まれたばかりに哀れなことだと。秀明、わしは治る見込みはあるのか。道さん、少なくとも酒は断ってもらわねばなりません。そうでなくてはお命に関わりましょう。秀明、わかった、言う通りにしよう。秀明の居室を出た道さんは控えていた頼勝にそっと耳打ちします。道さん、
平岡様、中納言様の容体は深刻でございます。私の見立てでは、助かる可能性は3割程度しかございません。頼勝。なんと、殿はまだ実子もおられぬ。このまま小早川の家は断絶するしかないのか。道さん。とにかく、酒をやめるよう進言していただきたい。助かるにはそれしかありませぬ。ちなみに、秀明が患っていたのはアルコール依存症からの肝硬変でした。現在でもアルコール性肝硬変の5年生存率はわずか 30% とされていますから、秀明は死の淵に立たされていたのです。しかし、日常的なストレスを受け続けてきた秀明にとって、酒を手放すことはできませんでした。慶長7年、1602年12月、ついに立つこともできなくなります。頼勝。殿、お気を確かに。秀明。どうやら、義継の亡霊が言った通り、3年も経たぬうちにわしは死ぬらしい。頼勝。何を器用なことを。殿が見たのはただの幻覚でございましょう。秀明。思えばこれは道成や義継を裏切った因果であろう。その報いを受ける時が来たのだ。もし西軍に味方していれば、豊臣家を守れたものを、亡き太閤殿下に申し訳が立たぬ。それから数日後、秀明は21年という短い生涯を閉じました。そして、秀明が危惧した通り、後世から裏切り者というありがたくないレッテルを貼られてしまうのです。